ちは、まーちゃんのゆるまやはらです。はい、今日はこちらですね。うん、恐竜粘土卵で す。これは粘土が入っている、カプセルみたいなものかな。卵だね、うん、で、この中には粘土が入ってて、うん、で、その粘土をこの卵に入ってる型にセットして、うん、ティラノサウルスとかステゴサウルスの粘土を作ると。あ、そうだね。はい、うん、それでいろんな色を混ぜてもいいみたい。色がいろいろ入ってんだね、きっとね。うん、ラインナップがこんなにあるみたいだね。この箱に入っているのがこれ。そうだね。じゃあ開けてみましょう。はいはい、開けてみましょう。はい、パパ、あ、普通に開いたわ。あ、開いたんだ、よかったね。あ、すごい大きな卵。ほんとだ。で、あ、これがガムだ。うん、おとぎ話風船ガムって書いてあるけど、ほんと結構大きな卵だね。うん、ではちょっと開けてみましょう。はいはい。ん、あ、おー、いたいたいた。おー、おい、たいたいたいた。型と粘土が3パック入ってる、ちゃんと。うん、すごいね。うん、粘土をちょっとこの型に入れて作ってみましょう。作ってみようか。はい、なんかさ、粘土に色がついてると美味しそうだな。そう？え、粘土の匂いがしないんだけど。え、半分ぐらいをこうやってこの恐竜の型に入れてみるよ。うん、ブニュってやって、よし、セット完了。あ、そんな、うん、そんなに思いっきりはみ出しちゃってんの？ほら。あ、ほんとだ。これ周りを取って。うわ、剥がせた、剥がせた。おお。これが A ちゃんのやつなんだけど、意外とよくできてる。はい、これがパパのやつですね。うん、結構いいね。うん、うん、ただなんかこう型の跡が残っちゃうっていうか、これ細かく取るのはちょっと難しいかな。うん、うん、はい、ということでこんな感じにできましたね。そうだね、うん、結構できたね。この粘土まだ一つ開けてないんだけど、うん、2パックで、5体ぐらいできるのかな。うん、プラスまだ余りがあるね。うん、えちゃんまだ作ってないの。これ完全にね、半分使ってないし、うん、結構できそうだよね。うん、すごいね。それで全然この粘土自体も全然臭くないし、うん、ベトベトしないし、うん、これは楽しめるね。うん、うん、小さいお子さんとかにはいいかもしれないね。はい、あとこの卵の中にそのままこうやってね、粘土をしまえるからいいね。うん、まあ、これがすごくいいかも。はい、ということで今回は恐竜粘土卵でした。はい、ということで今日の動画楽しかったなとか面白かったなと思った方はぜひ高評価ボタンをお願いします。お願いします。そしてチャンネル登録をしていただくと、チャンネル登録の一覧にマイチャンネルが出てくるようになりますので、ぜひチャンネル登録をお願いします。お願いします。そしてコメントもいただけると大変嬉しいですね。はい、嬉しいですね。そしてマイチャンネルを Twitter、Facebook ページ、インスタグラムもやっておりますので、ぜひそちらのフォローもお願いします。お願いします。はい、お願いします。 A ちゃんの真似した。はい、ということで今回は以上でございます。バイバーイ。